スペイン王国、スペイン国、またはスペインは、南ヨーロッパのイベリア半島に位置し、同半島の大部分を占める、議会君主制国家。首都はマドリード。スペイン本土以外に、西地中海のバレアレス諸島や、アルボラン海のアルボラン島、大西洋のカナリア諸島、北アフリカの飛び地領土のセウタとメリリアを有している。西にポルトガル、南に、イギリス領ジブラルタル。 北東にフランスとアンドラ、アフリカ大陸にあるセウタとメリリアでは、モロッコと陸上国境を接する。1978年改正の憲法では、正式な国名は定められておらず、スペイン語でエスパーニャのほかエスタドエスパニオール、ナシオンエスパニオーラ、レーノでエスパーニャなどがある。日本語の表記はそれぞれ、スペイン、スペイン王国、スペイン国。 これは、英語表記の、スペインに基づく。中国語から漢字による表記は、スペインで、西と略す。ただし、江戸時代以前の日本においては、より、スペイン語の発音に近い、イスパニアという呼称が用いられていた。語源は古代ローマ人のイベリア半島の呼び名、ヒスパニアである。英語表記で、国民は、スパニアード、形容詞はスパニッシュ。イスパーニアとは、 フェニキア語で、ハイラックスの島を意味する、愛ャフニムに由来とされ、フェニキア人が、同地に生息していたのウサギをそれと誤認したことから、生まれたとされる。その後、古代ギリシア語で、シグマパイアルファーニューヨタアルファー、コラテン語で、ヒスパニア、ゾクラテン語で、スパニア、アングロイコールノルマン語で、エスペーンと変化していった。エスパーニャという名称は、 長らく同地を指す俗称だった。カスティーリ王国とアラゴン王国の1492年の統合以降でも国王はあくまで連合王国君主制国と称されることが多かったの共通君主に過ぎず宮廷や議会政府は各構成国ごとに置かれている諸公連合だった。1624年に最初オリバーレスは国王に スペイン国王となるよう提案したが実現にしなかった。1707年発布の新組織王令により、複合王政は廃止され、単一の中央集権国となった。しかしこの時もスペインは国王とはならず、1808年にナポレオン・ボナパルトの兄ホセ一世の即位した時に、正式にスペイン国王が誕生した。1978年憲法で、 それまで明記されていた国号が定められなかったのは、君主制は維持するものの、その位置づけは、象徴的な存在に変わり、国を動かすのは国民によって選ばれた議会が、中心になることを、明確化するために取られた措置であった。なお、スペイン外務省は1984年に、スペイン王国と、スペインを、国際条約においては、同等とみなすとの法令を出した。現在は、 国際条約や国際組織の文書、国内の公式文書や外交文書において前者が公式国名として使用されることが多い。アルタミラ洞窟壁画のレプリカアタプエル解析の考古学的研究から120万年前にはイベリア半島に人類が居住していたことがわかっている。3万5千年前にはクロマニョン人が ピレネー山脈を越えて半島へ進出し始めている。有史以前の最もよく知られた遺物が北部カンタブリア州のアルタミラ洞窟壁画である。鉄器時代の半島には北東部から南西部の地中海側にイベリア人が北部から北西部の大西洋側にはケルト人が住んでいた。半島の内部では二つの民族が交わりケルティベリア文化が生まれている。また、 ピレネー山脈西部にはバスク人がいた。アンダルシア地方にはいくつものその他の民族が居住している。南部の現在のカディス近くにはストラボンの地理史に記述されるタルテッソス王国が存在していたとされる。紀元前500年から紀元前300年頃にフェニキア人と古代ギリシャ人が地中海沿岸部に植民都市を築いた。ポエニ戦争の過程で カルタゴが一時的に地中海沿岸部の大半を支配したものの、彼らは戦争に敗れ、ローマ帝国の支配に変わった。メリダのローマ劇上紀元前202年、第2次ポエニ戦争の和平でローマは沿岸部のカルタゴ植民都市を占領し、その後、支配を半島のほぼ全域へと広げ属州ヒスパニアとした。法と言語とローマ街道によって結びつけ、 その支配は、その後500年以上続くことになる。原住民のケルト人やイベリア人は、ローマ化されてゆき、部族長たちは、ローマの貴族階級に加わった。ヒスパニア州は、ローマの国葬地帯となり、港からは金、毛織物、オリーブオイルそしてワインが輸出された。キリスト教は1世紀に伝えられ、2世紀には、都市部に普及した。現在のスペインの言語、 宗教、方言則のほとんどは、この時期が原型となっている。ローマの支配は409年に、ゲルマン系のスエビ族、バンダル族、アラン族が、それに続いて、西ゴート族が侵入して、終わりを告げた。410年頃、スエビ族は、ガリシアと、北部ブルシタニアの地に、スエビ王国を建て、 その同盟者のバンダル族も、ガリシアからその南方の道路川にかけて、王国を建てている。415年頃、西ゴート族が、南ガリアに、西ゴート王国を建国し、418年頃に、最終的に、ヒスパニア全域を支配した。552年には、東ローマ帝国もジブラルタル海峡の政海権を、求めて南部に、飛び地のスパニア族州を確保し、 ローマ帝国再建の足がかりにしようとした。西ー東王国地下の589年にトレド教会会議が開催され、国王レカレド一世が、それまで西ー都族の主流修士だったアリウス派からカトリック教会に改修し、以後イベリア半島のキリスト教の主流はカトリックとなった。ナスル朝の首都グラナダに建設されたアランブラ宮殿711年に、 北アフリカからターリクイ・ブンズイヤード率いるイスラーム勢力のウマイヤ朝が侵入し、西郷東国はグワダレーテの戦いで敗れて718年に滅亡した。この征服の結果イベリア半島の大部分がイスラーム地下に置かれ、イスラームに征服された半島はアラビア語でアルアンダルスと呼ばれようになった。他方、キリスト教勢力は、 イベリア半島北部の一部に逃れて、アストリアス王国を築き、やがてレコンキスタを始めることになる。イスラームの支配下では、キリスト教徒とユダヤ教徒は、経典の民として、信仰を続けることが許されたが、ズインミーとして、一定の制限を受けた。あと、ウマイア朝の首都コレドバに建設された、メスキータの内部シリアのダマスカスにその中心があった、ウマイア朝は、 アッパース革命により750年に滅ぼされたが、アッパース町の捕獲を逃れたウマイヤ町の王族、アブドアラフマーン一世は、アンダルスにたどり着き、756年に後、ウマイヤ町を建国した。あとウマイヤ町のカリフが住まう首都コルドバは、当時西ヨーロッパ最大の都市であり、最も豊かかつ文化的に洗練されていた。あと、ウマイヤマ町下では、 地中海貿易と文化交流が盛んに行われ、ムスリムは中東や北アフリカから先進知識を輸入している。さらに新たな農業技術や農産物の導入により農業生産が著しく拡大した。あとウマイア朝の下ですでにキリスト教家していた住民のイスラームへの改修が進み、10世紀頃のアンダルスではムワッラドが 住民の大半を占めていたと考えられている。イベリア半島のイスラーム社会自体が緊張に取り巻かれており、たびたび北アフリカのベルベル人が侵入して、アラブ人と戦い、多くのムア人がグアダルキビール川周辺を中心に、沿岸部のバレンシア州、山岳地域のグラナダに居住するようになった。11世紀に入ると1031年に後、 ウマイヤ朝は滅亡し、イスラームの領域は互いに対立する、タイファ諸王国に分裂した。イスラーム勢力の分裂は、それまで小規模だったナバラ王国やカスティーリャ王国、アラゴン王国などのキリスト教諸国が大きく、領域を広げる契機となった。キリスト教勢力の慎重に対し、北アフリカから侵入したムラービト朝とムワヒド朝が、 統一を取り戻して北部へ進行したものの、キリスト教諸国の勢力拡大を食い止めることは、できなかった。マンサナーレスエルレアルのシロレコンキスタは、アストリアス王国のペラーヨガ722年のコバドンガの戦いに勝利したことに始まると考えられ、イスラームの支配時期と同時に進行し、数百年続いた。キリスト教勢力の勝利によって、北部沿岸山岳地域に、 アストリアス王国が建国された。イスラーム勢力はピレネー山脈を越えて北方へ進軍を続けたがトゥールポワティエ間の戦いでフランク王国に敗れた。その後、イスラーム勢力はより安全なピレネー山が脈南方へ交代し、エブロ川と道路川を境界とする。739年にはイスラーム勢力はガリシアから追われた。しばらく後に フランク軍はピレネー山脈南方にキリスト教博領を設置し、後にこれらは王国へ成長した。これらの領域はバスク地方、アラゴンそしてカタルーニャを含んでいる。1212 12年のナバスデトロサの戦いアンダルスが相争う大ァ小王国に分裂してしまったことによってキリスト教小王国は大きく勢力を広げることになった。 1085年にトレドを奪取し、その後、キリスト教諸国の勢力は、半島の北半分に及ぶようになった。12世紀に、イスラーム勢力は一旦は再興したものの、13世紀に、入り、1212 12年のナバスデトロサの戦いで、キリスト教連合軍が、ムアヒド町のムハンマドナーシルに対象すると、イスラーム勢力の南部主要部が、 キリスト教勢力の手に落ちることになった。1236年にコルドバが1248年にセビリアが陥落し、ナスル朝グラナダ王国がカスティーリア王国の超皇国として残るのみとなった。カトリック領王13世紀と14世紀に北アフリカからマリーン朝が侵攻したが、イスラームの支配を再建することはできなかった。13世紀には、 アラゴン王国の勢力は地中海を越えてシチリアに及んでいた。この頃にヨーロッパ最初期の大学であるバレンシア大学とサラマンカ大学が創立されている。1348年から1349年の特殊病大流行によってスペインは荒廃した。1469年、イサベル女王とフェルナンド国王の結婚により、 カスティーリャ王国とアラゴン王国が統合される。再征服の最終段階となり、1478年にカナリア諸島が、そして1492年にグラナダが陥落した。これによって、781年にわたったイスラーム支配が終了した。グラナダ条約では、ムスリムの信仰が保障されている。この年、 イサベル女王が資金を出したクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達している。またこの年にスペイン伊丹ン新門が始まりユダヤ人に対してキリスト教に回収せねば追放することが命ぜられた。その後同じ条件でムスリムも追放された。イサベル女王とフェルナンド国王は貴族層の権力を抑制して中央集権化を進め、また ローマ時代のヒスパニアを語源とするエスパーニアが王国の総称として用いられるようになった。政治、法律、宗教そして軍事の大規模な改革が行われ、スペインは史上初の世界派遣国家として台頭することになる。スペイン・ポルトガルド訓練合時代のスペイン帝国の半と1516年、ハプスブルク家のカール大公が、 スペイン王カルロス一世として即位し、スペインハプスブルク朝が始まる。カルロス一世は1519年に神聖ローマ、皇帝カール五世としても即位し、ドイツで始まったプロテスタントの宗教改革に対する、カトリック教会の擁護者となった。16世紀前半に、エルナン・コルテス、ペドロ・デ・アル・バラード、フランシスコ・ピサロをはじめとするコンキスタ・ドーレスが、アステカ文明。 マヤ文明、インカ文明など中南米の文明を滅ぼす。アメリカ大陸の住民はインディオと呼ばれ、奴隷労働によって金や銀を採掘させられ、ポトシやグアナフアとの銀山から流出した富は、オスマン帝国やイギリスとの戦争によって、イギリスやオランダに流出し、ブラジルの富と共に、西ヨーロッパ先進国の資本の本源的蓄積の現象を担うことになった。 これにより、以降5世紀に及ぶラテンアメリカの従属と低開発が規定された。スペイン帝国はその最盛期にはブラジルなどを除く、南アメリカ大陸、中央アメリカの大半、北アメリカの南部と西部、フィリピン、グアム、マリアナ諸島、北イタリアの一部、南イタリア、シチリア島、北アフリカのいくつかの都市、現代のフランスとドイツの一部、 ベルギー、ルクセンブルク、オランダを領有していた。また、1580年に、ポルトガル王国のエンリケ一世が死去して、アビシュ王朝が断絶すると、スペイン王がポルトガル王を一時兼ねた。植民地からもたらされた富によって、スペインは16世紀から17世紀のヨーロッパにおける派遣国的地位を得た。 フェリペ2世子のハプスブルク朝のカルロス1世とフェリペ2世の知性が最盛期であり、スペインは初めての太陽の没することなき帝国となった。海上と陸上の探検が行われた大航海時代であり、太陽を超える新たな貿易路が開かれ、ヨーロッパの植民地主義が始まった。探検者たちは貴金属、香料、嗜好品、 新たな農作物と共に新世界に関する新たな知識をもたらした。この時期はスペインオーゴン世紀と呼ばれる。なお、1561年、フェリペ2世は宮廷をマドリードに移し、以後マドリードは今日に至るまでスペインの首都となっている。この時期には、イタリア戦争、コムニダーデスの反乱、メーデルラントの反乱、 モリスコの反乱、オスマン帝国との衝突、英西戦争、モリスコ追放、そしてフランススペイン戦争が起こっている。16世紀末から17世紀にかけて、スペインはあらゆる方面からの攻撃を受けた。急速に没興したオスマン帝国と地中海で戦い、イタリアやその他の地域でフランスと戦火を交えた。さらに、 プロテスタントの宗教改革運動との宗教戦争の泥沼にはまり込む。その結果、スペインはヨーロッパと地中海全域に広がる戦場で戦うことになった。16世紀のスペインのガレオン船1588年のアルマダの海戦で無敵艦隊が英国に敗れて弱体化を開始する。30年戦争にも部隊を派遣。 白山の戦いの勝利に貢献し、ネルトリンゲンの戦いでは戦勝の立役者となるなど、神聖ローマ皇帝軍をよく支えた。しかしその見返りに、スペインが期待していた皇帝軍の80年戦争参戦や、マントバ広告継承戦争への参戦は、実現しなかった。戦争の終盤にはフランスに手痛い敗北を受けている。これらの戦争は、 スペインの国力を消耗させ、衰退を加速させた。1640年には、ポルトガル王政復古戦争により、ブラガンサーサ、ポルトガルが独立し、1648年には、オランダ共和国独立を承認、1659年には、フランススペイン戦争を終結させるフランスとの、ピレネー条約を不利な条件で締結するなど、 スペインの黄金時代は終わりを告げた。18世紀の初頭のスペイン継承戦争が衰退の極みとなった。この戦争は広範囲の国際紛争になったとともに内戦でもあり、ヨーロッパにおける領土の一部と派遣国としての地位を失わせることとなる。しかしながら、スペインは広大な海外領土を19世紀のラテンアメリカ諸国独立や米西戦争まで維持した。 この戦争によって新たに、ブルボン家が、王位につき、フェリペ・五世が、カスティーリア王国とアラゴン王国を統合させ、それまでの地域的な特権を廃止し、二国で王位を共有していたスペインを間に一つの国家としている。1713年、1714年の、ユトレヒト条約とラシュタット条約による、スペイン・ブルボン朝の成立後、18世紀には、 帝国全域において再建と繁栄が見られた。1759年に国王に即位した啓蒙先生君主カルロス三世地下でのフランスの制度の導入は行政と経済の効率を上げ、スペインは中高を遂げた。またイギリス、フランス発の啓蒙思想がホベジャーノスやフェイホーによって導入され、一部の貴族や王家の中で地方を築くようになっていた。 18世紀後半には貿易が急速に成長し1776年に勃発したアメリカ独立戦争ではアメリカ独立派に軍事援助を行い国際的地位を向上させている。スペイン独立戦争を描いたフランシスコ・デ・ゴーヤがマドリード1808年5月3日1789年にフランス革命が勃発すると 1793年に、スペインは革命によって成立したフランス共和国との戦争に参戦したが、戦場で敗れて1796年に3、イルデフォンソ条約を結び、講和した。その後スペインは、イギリス、ポルトガルに宣戦線布告し、ナポレオン率いるフランス帝国と結んだスペインは、フランス海軍と共に1805年に、 イギリス海軍とトラファルガーの海戦を戦ったものの惨敗しスペイン海軍は壊滅した。19世紀初頭にはナポレオン戦争とその他の要因が重なって経済が崩壊状態になり1808年3月にスペインの直接支配を目論んだフランスによってブルボンアサのフェルナンド7世が退位させられナポレオンの兄のジョゼフがホセ1世として スペイン国王に即位した。この外国の外来国王は、スペイン人にとっては、地獄とみなされ、即座に、マドリードで反乱が発生した。これが全土へ広がり、1808年から、いわゆるスペイン独立戦争に突入する。ナポレオンは自ら兵を率いて介入し、連携の悪いスペイン軍と、 イギリス軍を相手に、いくつかの戦勝を収めるものの、スペイン軍のゲリラ戦術と、ウェリントン率いるイギリス・ポルトガル軍を相手に泥沼にはまり込んでしまう。その後のナポレオンのロシア遠征の破滅的な失敗により、1814年に、フランス勢力はスペインから駆逐され、フェルナンド7世が福井した。フェルナンド7世は福井後絶対主義への、 反動政策を取ったため、自由主義を求める。スペイン人の支持を受けて1820年に、ラファエルデル・リエゴ将軍が率いる、スペイン立憲革命が達成され、戦争中に、カディスで制定されたスペイン1812年憲法が復活したが、ウィーン体制の崩壊を恐れる新生同盟の干渉によって1823年にリエゴ将軍は処刑され、 以後一世紀に及ぶ政治的不安定と分裂を決定づけた。また、挫折した立憲革命の成果もあって、1825年にシモンボリーバルをはじめとするリベルタドーレッスの活躍によって南米最後の植民地ボリビアが独立し、キューバとプエルトリコ以外のアメリカ大陸の植民地を失った。 立憲革命挫折後の19世紀スペインは、王党の正当性をめぐって3時にわたる、カルリスタ戦争が勃発するなどの政治的不安定と、イギリスやベルギー、ドイツ帝国、アメリカ合衆国で進行する、産業革命に乗り遅れるなどの経済的危機にあった。1873年には、スペイン史上初の共和制以降も起こったが、 翌1874年には王政復古した。また、19世紀後半には植民地として残っていたフィリピンとキューバで独立運動が発生し、1898年にキューバのハバナでアメリカ海軍のメイン号が爆沈したことをきっかけに、これらの植民地の独立戦争にアメリカ合衆国が介入した。この米西戦争において、 スペイン軍のいくつかの部隊は前線したものの、高級司令部の指揮が切裂で、短期間で敗退してしまった。この戦争は、エルディス・オストレの言葉で知られており、敗戦の衝撃から、98年の世代と呼ばれる、知識人の一軍が生まれた。国王アルフォンソ13世と、ミゲル・プリモデ・リベラ将軍スペイン内戦に参戦した、国際旅団のポーランド人義勇兵スペインは、 アフリカ分割では、わずかな役割しか果たさず、スペイン領サハラとスペイン領モロッコ、スペイン領ギニアを獲得しただけだった。スペインは1914年に勃発した第一次世界大戦を中立で乗り切り、アメリカが主衆国発のインフルエンザのパンデミックが、中立国スペインからの情報を経て世界に伝わった、ため、スペイン風邪と呼ばれた。第一次世界大戦後、 1920年に、スペイン領モロッ個で始まった第三次リーフ戦争では、大損害を出し、フランス軍の援軍を得て1926年に、鎮圧したものの、国王の権威はさらに低下した。内政では、ミゲル・プリモデ・リベラ将軍の愛国同盟による、軍事独裁政権を経て、1930年に、プリモデ・リベラ将軍が死去すると、 スペイン国民の軍政と軍政を支えた国王への不満の高用により翌1931年にアルフォンソ13世が国外脱出し君主制は崩壊した。君主制崩壊によりスペイン1931年憲法が制定されスペイン第二に共和制が成立した。第二共和国はバスク、カタルーニャそしてガリシアに自治権を与え、また 女性参政権も認められた。しかしながら、左派と右派との対立は激しく、政治は混礼を続けた。1936年の選挙にて、左翼共和党、社会労働党、共産党ら左派連合のマヌエル・アサーニャ・スペイン、人民戦線政府が成立すると軍部が反乱を起こし、スペイン内戦が勃発した。3年に及ぶ内戦は、 ソビエト連邦の支援を受けた、共和国政府を、ナチスドイツと、イタリア王国の支援を受けた、フランシスコ・フランコ将軍が率いる反乱軍が、打倒することで集結した。第二次世界大戦の前哨戦となった、この内戦によってスペインは甚大な物的、人的損害を被り、50万人が死亡、50万人が国を捨てて亡命し、社会基盤は破壊し、 国力は疲弊しきってしまっていた。フランシスコ・フランコ総統。1939年から1975年まで、スペインの最高指導者として君臨した。1939年4月1日から1975年11月22日まで、すなわち、スペイン内戦終結からフランシスコ・フランコの死去までの36年間は、フランコ独裁時代であった。 フランコが結成したファランヘ島の一党制となり、ファランヘ島は反共主義、カトリック主義、ナショナリズムを掲げた。第二次世界大戦ではフランコ政権は数軸国寄りであり、独ソ戦ではソ連と戦う義勇兵、青師団をナチスドイツ側に派遣したが、正式な参戦はせずに中立を守った。第二次世界大戦終結後、 ファシズム体制のスペインは政治的、経済的に孤立し、1955年まで国際連合にも加入できなかった。しかし、東西冷戦の進展とともにアメリカはイベリア半島への軍事プレゼンスの必要性からスペインに接近するようになり、スペインの国際的孤立は緩和した。また、フランコは1957年にもロッコとの間で、 勃発したイフに戦争などの衝突を経た後、国際的な脱植民地化の潮流に合わせて徐々に、それまで保持していた植民地を解放し、1968年10月12日には赤道ギニアの独立を認めた。フランコ主義家のスペインナショナリズムの公用は、カタルーニャやバスクの言語や文化への弾圧を伴っており、 フランコ体制の弾圧に対抗して1959年に結成されたバスク祖国と自由はバスク民族主義の立場からテロリズムを繰り広げ1973年にフランコの後継者だと目されていたルイス・カレーロブランコ首相を暗殺した首都マドリードのクワトロ・トーレスビジネスエリア1975年11月22日にフランコ将軍が死ぬと その遺言により、フアンカルロス王子が王座につき、王政復古がなされた。フランコの死により、左派の巻き返しが生じ、1976年10月には、マドリード市内で青年らによる暴動が発生。左派の呼びかけにより、数万人が参加する規模のゼネラルストライキも発生したが、国民の多くには支持されず、ボートは警官隊に沈圧された。 フワンカルロス国王は、先制支配を継続せず、スペイン1978年憲法の制定により、民主化が達成され、スペイン王国は、制限君主制国家となった。1981年2月23日には、軍政復帰を目論む、アントニオ・テヘイロ・チューサラ一部軍人による、クーデター未遂事件が発生したものの、毅然とした態度で、 民主主義を守ると宣言した国王に、軍部の大半は中誠を誓い、この事件は、無欠で鎮圧された。民主化されたスペインは1982年に、北、大西洋条約機構に加入、同年の1982年スペイン議会総選挙により、スペイン社会労働党からフェリペゴンサレス首相が、政権につき43年ぶりの左派政権が、誕生した。 1986年にはヨーロッパ共同体に加入。1992年にはバルセロナオリンピックを開催した。一方、国内問題も抱えており、スペインはバスク地域分離運動の ETA によるテロ活動に長年悩まされている。1982年に首相に就任したゴンサレスは14年に渡る長期政権を実現していたが、 1996年スペイン議会、総選挙にて、右派の国民党に敗れ、ホセ・マリア・アスナールが首相に就任した。21世紀に入ってもスペインは、欧州連合の平均を上回る、経済成長を続けているが、住宅価格の高騰と貿易赤字が問題となっている。2002年7月18日、ペレヒル島危機が起こり、 モロッコとの間で緊張が高まったが、アメリカの仲裁で戦争には至らなかった。同年9月、アスナール首相が、イラク戦争を非常任理事国として、指示、2003年3月のイラク戦争開戦後は、有志連合の一員として、米英軍と共に、イラクに、スペイン軍1400人を派遣した。2004年3月11日に、スペイン列車爆破事件が起き、 多数の死傷者を出した。選挙を3日後に控えていた右派のアスナール首相はこれを政治利用し、バスク祖国と自由の反抗だと発表したが、3月14日に実施された2004年スペイン議会総選挙では、左派の社会労働党が勝利し、サパテロ政権が誕生した。サパテロ首相は就任後、 2004年5月にイラク戦争に派遣されていたスペイン軍を撤退させた。また、後に2004年の列車爆破事件はアルカイダの犯行と CIA からの発表があると、この対応をめぐって政治問題となった。サパテロ政権は2008年スペイン議会総選挙でも勝利したが、同年9月のリーマンショック勃発により、スペインの経済は壊滅的な打撃を受けた。 2011年スペイン議会総選挙では、国民党が勝利し、マリアーノ・ラホイが首相に就任した。2016年9月、去年と今年の2度の総選挙を行っても、政権を樹立できないままだったが、第一党の国民党のラホイ首相を主犯とする、政権樹立を下院で反対多数で否決し、またもや政権樹立に失敗。 11月3日になってようやくラホイ再任が決定し、新内閣が発足した。2017年10月27日、カタルーニャ州が独立宣言を行うも、スペイン側はカタルーニャの自治権を剥奪し直轄統治を開始。2021年9月から10月にかけて、例年、降水量が少ない南東部、アンダルシア州。 バレンシア州などで記録的な集中豪雨が次々に発生。鉄砲水や河川の氾濫などで住宅地が冠水、自動車に取り残されたものが死亡するなどの被害。スペイン会議児童生態は議会君主制。1975年のフアンカルロス一世の即位による王政復古により成立した現在の生態では国王は 象徴君主という位置づけであり、主権は国民にありする。国王は国家元首であり、国家の統一と永続の象徴と規定されており、国軍の名目上の最高指揮官である。国王は議会の推薦を受けて政府主犯の指名を行うほか、首相の推薦を受けて閣僚の任命を行う。現行憲法はスペイン1978年憲法である。 国会は、両院制であり、スペイン会員は、定数350議席で4年ごとの直接選挙で、選ばれ、スペイン上院は、定数264議席で208議席が、選挙によって選出され、残り56議席が、自治州の推薦で選ばれる。2019年2月現在の与党はスペイン社会、労働党で、国民党と共に二大政党制を構成する。 2012年頃より勢力を拡大した、共和系政党である、ポデモス。2015年頃より勢力を拡大した、シウダダノスを合わせて4大政党制とされることもある。上述のように、スペインの首相は、国王が指名を行うため必ずしも、議会の最多議席政党の党首が、首相に就任するわけではなく、議席上は、上下院ともに、スペイン社会労働党は、 スペイン国民党よりも議席数が少ない状態になっている。その他には、スペイン共産党を中心に、左翼少数政党によって構成される、政党連合統一左翼や連合、進歩、民主主義などの全国政党の他に、集中と統一、カタルーニャ共和主義左翼、バスク民族主義党、ガリシア民族主義ブロック、カナリア連合イコール、カナリア民族主義党など、 カタルーニャやバスク、ガリシア州、カナリア諸島の民族主義地域政党が存在する。旧植民地であったラテンアメリカ諸国との伝統的友好関係も非常に重要となっており、毎年スペイン、ポルトガルとラテンアメリカ諸国の間で持ち回りで開催されるイベロアメリカ首脳会議にも参加している。1986年の EC 加盟以降、そこに属して、 スペインへ資本を輸出する国との関係が相対的に密接となっている。スペインはアフリカ大陸に位置するスペイン領のセウタとメリリアの帰属をめぐり、モロッコと領土問題を抱えている。モロッコはダノンなどのフランス企業がすでに60年以上かけて事業関係を築いてきた国である。また、スペインが1801年以来実効支配しているオリベンサに対して、 ポルトガルが返還を求めている。ポルトガルとの間には両国を統一すべきであるとの、イベリスも、思想も存在する。この点、英法永久同盟の存在と、イギリスからスペインへ投資が行われていることに注意を要する。ジブラルタル海峡は、ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸が近接し、地中海と大西洋を結ぶチョークポイントであり、 ケーブルワイヤレスの海底ケーブルが付設されている。日清関係史としては、岩倉施設団の記録である、米欧海乱実記には、その当時のスペインの地理、歴史について記述した箇所がある。日本の工業法は、スペインのそれをモデルとしている。2018年1月1日付で、外交関係樹立150周年を記念し、日本、 スペイン外交樹立関係150周年推進委員会を設立。日本、スペイン外交樹立150周年事務局を外務省欧州局に設置し、周年事業のための公式ロゴも用意された。周年事業登録を募集するサイトも日本語とスペイン語で公開された。同年10月には、安倍首相がスペインを訪問。サンチェス首相と会談し、 両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げすることが合意された。空母プリンシペでアストリアス同王国軍は陸軍、海軍、空軍、グアルディアシビルの4つの組織から構成されている。国王は憲法によって国軍の最高指揮官であると規定されている。2001年末に徴兵制が廃止され、志願制に移行した。 2007年の時点で総兵力は14万7千人、予備役は31万9千人である。軍事費の大国内総生産費は、日本と同程度の約1%内外にとどまり、ナトウ諸国の中で比較しても定率な方ではあるが、イージス艦や軽空母、強襲用陸艦、マルチロール機のユーロファイタータイフーン、レオパルトに e a 6戦車など、 他の主要先進国にも引けを取らない最新鋭の兵器を配備している。また、国境警備隊として、王立国家警察が存在する。スペインの地形一つ、Amap of the cities of Spain r i t e n in Japanese スペイン本土は、高原や山地に覆われている。高地からはいくつかの主要な河川が流れている。中石ヒラノは、沿岸部に見られ、最大のものは、 アンダルシア州のグアダルキビール側の平野である。東部の海岸にも中規模な河川による平野が見られる。南部と東部は地中海に面し、バレアレス諸島が東部の海岸沖にある。北と西は大西洋に面し、北部で面している海域はカンタブリア海と呼ばれる。カナリア諸島はアフリカ大陸の大西洋沖にある。全国的には 地中海性気候に属する地域が多い。バスク州からガリシア州にかけての北部は西岸海洋性気候であり、降水量が多い。また、本土から南西に離れたカナリア諸島は亜熱帯気候に属する。農業は適地的作であり、北部は麦類、畜産物を産する。中央部では麦類、ぶどう、畜産物を産する。東部では 柑橘類、米、南部では、オリーブ、ブドウ、野菜、米等の生産が盛んである。18から19世紀に、カトリック教会から収容された広大な土地で、工業や農業が行われ、校舎は、地下の耐水層から過剰に組み上げられる、地下水による灌溉に頼っているため、国土の20%程度が砂漠化し、乾燥地。 半乾装置全体では75%にも達する。森林火災も、標土喪失に拍車をかけている。スペインは、イギリス同様、国土の大部分が、本所四五線よりも西に位置しているが、標準時としてはイギリスよりも1時間早い中央、ヨーロッパ時間を採用している。このため、成形3度42分に位置するマドリードにおける、 太陽の南中時刻は午後1時15分頃、午後2時15分頃となり、日の出や日の入りの時刻が大幅に遅れる。スペインでは諸外国と比べて、昼食や夕食の時刻が遅いことで有名だが、これは太陽の南中や日没に時間を合わせているためである。スペインは17の自治州から構成される。また、自治州のとに50の県が存在する。 どれどまた、アフリカ沿岸にも5つの領土がある。セウタとメリリアの諸都市は、都市と地域の中間的な規模の自治権を付与された都市として統治されている。チャファリナス諸島、ペニョンデ・アルセマス島、ペニョンデ・ベレス・でラ・ゴメラは、スペインが直轄統治している。首都のマドリード2021年9月時点で、人口上位の10自治体は以下の通りである。 クアトロ・トーレス・ビジネス・エリア・ IMF によると、2015年の、スペインの GDP は1兆1997億ドルで、あり、世界第14位である。韓国やオーストラリアなどと同じかやや下回る程度の、経済規模であり、欧州連合加盟国では4位である。企業は、金融のサンタンレール銀行や、ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行、 通信関連企業のテレフォニカ、電力のイベルドローラ、ザラで知られるアパレルのインディテックス、コンピュータ予約システムで高いシェアを有するアマデウスを提供する IT 企業のアマデウス IT グループなどが大企業として挙げられる。世界遺産や歴史的建築物が多数あるため観光業の比重も大きく GDP に占める観光業の割合は 国全体の10%を超えている。1960年代以来、労働組合の力が弱まり、フランスを主体とする外資が戻ってきた。欧州経済共同体化名により、投資環境が一挙に改善された。すなわち、近世から旧体以前として、障壁となっていた、スペインの経済法が、欧州全体のルールにとって変わられ。 さらに全国産業公社というコンセェルンも意義を問われ解体されていった。こうして、スペイン経済は1992年、バルセロナオリンピック頃まで高度成長を続け、スペインの都市と一部では呼ばれた。しかしユーロダラーの供給量が増えていたせいで、1992年9月にドイツマルクが暴騰した。ここで、欧州経済は混乱、スペインもその巻き添えとなった。 翌1993年に欧州連合が発足1999年ペソがユーロへ切り替わった。21世紀に入ってもスペインは欧州連合の平均を上回る経済成長を続けているが住宅価格の高騰と貿易赤字が問題となっている。アスナール国民党政権の新自由主義的な雇用の流動化政策や土地法改正による 土地開発制限の緩和、大規模な公共投資の実地、2003年改正 EU、電力自由化指令年内達成などによって、独不追といったど、欧州の経済大国を上回る、勢いの経済成長を達成した。市場為替相場を元ととした GDP は2008年は、世界9位でカナダを超えたが、カナダが参加している、主要国首脳会議のメンバーにはなっていない。 スペイン人の労働時間は EU 内で第1位である。一方、平均給与はイギリスの4万ユーロに対して2万ユーロに止まっており、経済が労働者に還元されない状態になっている。したがって高騰する土地家屋の取得はスペイン国民にとって重荷になりつつあった。打開策として多くの国民は銀行と土地取得のローン契約を試みた。 銀行側も国民の給与が下げ止まっているにもかかわらず土地価格上昇を見込んで安易なローン審査で次々と契約を結んでいった。先端技術をはじめとする国際産業とそこへ向けられた外国資本が実体経済に見合わない不動産バブルを生んでいた。それらが撤退すると。 土地法改正から7年後となる2005年にそれまでの約2.5倍に高騰していた土地価格が暴落した。世界金融危機の影響で経営難に陥った銀行は融資を行わなくなった。外国人投資家もスペインから資金を引き上げスペイン国債を購入する投資家は激減した。雇用の多くを支えていた建設企業は不況や 公共投資の中断によって倒産が相次いだ。さもなくば労働権の交代につけ込み、大規模なレイオフを実行して生き残った。解雇や倒産により失業者となった国民は、債権回収として銀行から家屋を没収された。政府による有効な手立てもなく、街中に食も家もないホームレスが溢れ返った。 2011年1月から3月までの失業率21.29%、失業者は490万人と過去13年間で最悪の数字となっている。2012年でも失業率は回復せずさらに悪化した。2012年10月5日、スペインの月次の失業率はスペインの近代史上初めて25%を突破した。 若年失業率は現在52%を超えており、先進国全体の平均の3倍以上に上っている。欧州各国の例に漏れなく、スペインでも反グローバリゼーションを主張する運動が展開された。2014年、ベーシックインカムを政治主張に掲げる、政治団体ポデモスが決闘され、国民党に次ぐ2番目の党員数を集めるなど、 急速に支持を拡大している。現在、4カ所の鉱山が創業中であり、ニッケル、銅、亜鉛、タングステンを生産している。枯渇が近い鉱山資源スペインの工業資源は19世紀からリオティントなどの外国資本に採掘されてきた。21世紀以降、採掘量は減少傾向にある。国際競争力が相対的に低下し、外資の投下される。 産業分野が多様化している。有機鉱物資源では、世界の市場占有率の1.4%を占めるアタンが有力。品質の高い石炭、原油、天然ガスも採掘されている。主な炭鉱は、アストリアス州とカスティーリア・イレオン州にある。石炭の埋蔵量は5億トンであり、スペインで最も有力な鉱物である。金属鉱物資源では、 世界第4位の水銀のほか、2.1%の占有率のマグネシウム鉱の産出が目立つ。その他、金、銀、亜鉛、銅、鉛、わずかながら鈴も対象となっている。鉱山は、プレート境界に近い南部地中海岸のシエラネバダ山脈とシエラモレナ山脈に集中している。水銀は、シエラモレナ山脈が伸びるカスティーリャ地方の州だ。 レアル県に分布する。アルマデン鉱山は2300年以上にわたって、スペインの水銀を支えてきた。鉄は北部バスク地方に分布し、ビルバオが著名である。しかしながら、スペイン全体の埋蔵量は600万トンを下回り、枯渇が近い。その他の鉱物資源では、世界第10位の仮地を、硫黄、塩を産出する。 スペインにおけるエネルギー部門は同王国の GDP の約2.5%を占めている。現在のスペインは世界有数の観光大国となっており、2017年の国際観光客到着数では世界2位、2017年の旅行、観光競争力レポートでは世界1位を記録した。欧州市ではイタリアを上回り、フランスに次ぐ地位にあるが、 バルセロナやグラナダ等各地の著名な文化遺産を有することに加えてコスタデルソルやカナリア諸島を中心とした悲観目的のリゾート需要がスペインの観光業を支えている。外国人旅行者としてはイギリス人が最も多く国際観光客到着数全体の2割超の割合を占めている。スペインは売春が合法化されている。 有料の性的サービスを自発的に提供する行為は、公共の場所で行われない限り、罰則の対象にならない。ただし、売春の圧戦仲介行為は違法である。2016年の国連の調査によれば、スペインの性風俗産業の規模は、年37億ユーロ規模に達しており、国内で売春を行っている女性は30万人、ほどと推定されている。また、 スペインの男性の3割から4割が金銭を支払って性行為をしたことがあるとの調査がある。国連の2011年の調査では、スペインはタイ、プエルトリーコに続いて世界で3番目の規模の売春大国とされた。スペインの社会労働党は、この状況について売春は女性を奴隷化していると主張しており、売春の非合法化を目指している。 スペインの鉄道は主にレンフェによって経営されており、標準機路線など一部の路線はスペイン狂気鉄道によって経営されている。一般の地上鉄道のほか、高速鉄道のアベニューが国内各地を結んでいる。地上路線の他にもマドリード地下鉄をはじめバルセロナ地下鉄、メトロバレンシアなど主要都市には地下鉄網が存在する。 分離主義者が主張するイベリア半島の民族分布。この論に立つ場合、スペイン人は諸民族の大部分を統合する概念となる。サニエーラを掲げて行進するカタルーニャ独立派のデモ隊。カタルーニャはネーションである。こうした落書きはさほど珍しいものではない。バスク祖国と自由の構成員と支持者たち。スペイン内戦で、 フランコ軍との戦いに準じた独立派兵士の死を痛む式典を行っている。ETA によって書かれた壁画。シンボルマークにナバラ王国の紋章が用いられているのがわかる。エスパナと書かれた看板にナオンエガライゼと落書きされている。二つを続けて読むとエスパナナオンエガライゼになる。アンダルシア人の国府歴史学者ブラス・インファンテの銅像。 彼の功績と巡視を示したオブジェの傍らにはアンダルシアバタが建てられている。スペインの作り手であるはずのカスティーリア人にも独立運動が存在する。ベルファストにあるスペインからのカスティーリア独立を主張する壁画。ラテン系を中核とするスペイン人が多数を占める。一方で統一以前の地方意識が根強く、特にカタルーニャ州のカタルーニャ人。 バスク州のバスク人などは、スペイン人としてのアイデンティティを否定する傾向にあり、ガリシア州のガリシア人やカナリア諸島のカナリア人も、全2社に比べると、恩恵ではあるが、民族としての意識を強く抱いており、それぞれの地方で大なり小なり独立運動がある。それ以外の地方でも、地域主義、民族主義の傾向が存在し、運動としては、 非常に弱いものの独立を主張するものまで存在する。一般に、スペイン人もしくはその中核とされる旧カスティーリャ、王国圏内のカスティーリャ人の間でも、イスラーム文化の浸透程度や、歴史の違いなどから、アラゴン州のアラゴン人、アンダルシア州のアンダルシア人と、その他のスペイン人とでは大きな違いがあり、それぞれの地方で、風俗、文化、習慣が大きく異なっている。 近年は世界屈指の移民受け入れ大国となっていて、不況が深刻化した現在では大きな社会問題となっている。外国人の人口は全人口の11%にあたる522万人にも上る。スペインはヨーロッパでも最大級の規模、おそらくルーマニアに次いで2番目に多いロマ人を抱えているが、恐怖、恥、差別、 ジプシーという烙印を押されるのを免れようとして、多くのロマ人が出自を隠しているため、正確なロマ人の人口を把握することは困難であり、スペインにおけるロマ人の人口は約80万人、約57万人から約110万人、約80万人から約97万人、約50万人から約100万人とも言われる。 欧州評議会は2010年度調査で約72万5000人のローマ人がスペインに住んでおり、スペイン全人口の約1.57%がローマ人と推計している。ある研究では、スペインのコミュニティを調査したところ、住民100人あたり1.87%がローマ人であったことから約110万人と推計している。非圧民族協会は、 約150万人のローマ人がスペインに住んでいると推計している。スペイン語がスペインの公用語であり、全国で話されており、憲法にも規定されている。その他にも自治州憲章によって、カタルーニャ語、バレンシア語、バスク語、ガリシア語、アラン語が地方公用語になっているほか、アストリアス語とアラゴン語も、その該当地域の固有言語として認められている。 バスク語以外はすべてラテン語に由来するロマンス語である。また、ラテンアメリカで話されているスペイン語は1492年以降スペイン人、征服者や入植者が持ち込んだものがその起源である。ラテンアメリカで話されるスペイン語とは若干の違いがあるが、相互に意思疎通は問題なく可能である。ローマ帝国の支配以前に、 スペインに居住していた人々はケルト系の言語を話しておりケルト系の遺跡が散在する。現在はケルト系の言葉は廃れている。スペイン北東部からフランスにかけてバスク語を話すバスク人が暮らしている。バスク民族の文化や言葉はスペインのみならず他のヨーロッパ諸民族とも共通することがなくバスク人の起源は不明である。このことが バスク人がスペインからの独立を望む原因となっている。地域の学校ではバスク語も教えられているが、スペイン語との共通点はほとんどなく学ぶのが困難である。言語の一覧現在、エスノローグはスペイン国内に以下の言語の存在を認めている。結婚前の姓は一般的には名、父方の祖父の姓、母方の祖父の性であるが、 1999年に、名、母方の祖父の姓、父方の祖父のせいでもよい、と、法律が改正された。婚姻によって、名前を変える必要はないが、女性は、その他の選択肢として、で、相手の父方の姓を放置する。母方の祖父の姓を、相手の父方の姓に置き換える。母方の祖父の姓を、で、相手の父方の姓に置き換える。などの選択が可能である。 2005年より同性婚が可能となった。トランスジェンダートランスジェンダーが住みやすい国として知られている。自任する性のトイレを使用できるか、性転換手術が許されるか、同性婚者が養子を持つことが許されるかなどが基準のアンケート調査の結果、スペインが世界で最もトランスジェンダーに寛容な国であるという結果が示された。 さらにトランスジェンダーのアンヘラ・ポンセを第67回ミスユニバース世界大会にスペインの代表として選出するなど様々な場面で寛容さが伺える。中世末期のレコンキスタ完了以前はイスラム教が多数派を占める地域もあったが現在ではカトリックが94%である。イベリア半島では近代に入って多様な宗教の公認とともに 隠れて暮らしていたユダヤ教徒が信仰を取り戻し始めている。戦争時など様々な折にスペインに帰還し祖国のために戦ったセファルディムもいた。残りはムスリムなど。なお、国民の大多数がカトリック教徒であるにもかかわらず、近年ではローマ教皇庁が反対している否ン具の使用や同性婚を解禁するなど、社会的には 政教分離の思想が進んでいる点も特徴である。サラマンカ大学の図書館スペインの教育制度は、初等教育が6歳から12歳までの6年生、前期中等教育が12歳から16歳までの4年生であり、以上10年間が義務教育期間となる。後期中等教育は、バチジェラトと呼ばれる16歳から18歳までの2年生であり、 このバチジェラ時に進路が決定する。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の、指揮率は97.9%であり、これは、アルゼンチンやウルグアイ、キューバと並んでスペイン5県最高水準である。主な高等教育機関としては、サラマンカ大学、マドリード・コンプルテンセ大学、バリアドリード大学、 バルセロナ大学、サンティアゴデ・コンポステーラー大学、デウスト大学などが挙げられる。大学は4年生内し6年生であり、学位取得ができずに中退する学生の多さが問題となっている。医療世界一の臓器提供者数スペインは臓器移植大国である。スペインの臓器提供者数は長年にわたり世界一である。2006年スペイン人100万人あたりの 提供者数は33.8人である。第2位のアメリカ合衆国は27人で、欧州連合加盟国平均が18人であった。スペインの提供率が高い地域は順にバスク州、カンタブリア州、アストリアス州、ナバーラ州である。40から60歳代が提供者の29%を占める。男女比は62対38である。 提供者の死亡原因は脳出血が最多の60%を占める。スペインは脳死を人の死として規定している。提供臓器は国内だけでなく欧州連合各国にも輸出されている。2006年の移植件数は3756件であった。スペインでは本人が 臓器提供拒否の意思表示をしていない以上、臓器を適出しても良いとするオプトアウト方式を採用している。この臓器移植体制はスペインで1979年に法制化された。1984年、臓器修復及び臓器移植の病院が充足すべき要件が1979年の臓器移植法に符合するよう規定された。 1985年カタルーニャ州はこの分野で異なる病院の連携に責任を持つ部署を設置した。この部署は基本として国内だけでなくスペインと EU 各国との連携も担ってきた。1989年スペイン政府保健医療省が同様の機関を設けてカタルーニャを除いた国内全域を担当させるようになった。スペインの治安は 危険な状況に立たされている。2019年の同王国の一般犯罪統計によれば、一般犯罪件数は220万1859件で、前年より3.3%増加している。内訳は、殺人、332件、強盗、脅迫、6万6209件、傷害、19974件、置き引きすり等、 70万477件、侵入窃盗、9万8520件、車両窃盗、3万5248件、薬物犯罪、1万6268件となっている。スリには様々な種類があることが判明しており、広げた新聞、地図等で、カバンやポケットを覆って、財布等を盗む、目隠しスリ。 ケチャップ等を衣服につけた上で汚れを指摘し、注意をそらした上で、カバンや財布等を盗む、ケチャップすりの他に署名活動を装った手口のすりも存在している。主要な犯罪の一例としては、戦術のすりの他に、ひったくりや、車上荒らしや首絞め強盗、タイヤのパンクを指摘し、車を停車させ、確認、修理をする暇に、油断させておいて、 車内の物品や車両そのものの窃盗に走る、パンク窃盗、偽警官の出没が挙げられる。グラナダ市南東の丘に位置する、アルハンブラ宮殿バルセロナのサグラダ、ファミリア情熱的で明るい、気さくな、スペイン人という印象が強いが、これは、スペイン南部の人々の特徴で、北側の人々は違った性格が強い。数百年の歴史を持つ闘牛は、世界中に知られている。 1991年に創設されたセルバンテス文化センターによって世界各地にスペイン語やスペイン文化が伝達されている。スペイン料理の特徴として素材を生かした調理があり、地方にはそれぞれの地域の特産品を生かした独特の料理がある。イベリア半島はヨーロッパのおアフリカの島と言われ古来から異なる民族、文化、宗教が交差しており、 スペインの食文化は、イベリア半島の歴史的背景の影響を受けている。スペインは地方によって、気候やフード、文化、習慣が異なるため、食材や、その調理方法は様々で、事実上スペイン料理として一括りにはできない。スペイン料理の地域差を表した言い回しに、スペインのどこに行ってもあるものはワイン、オルチャータ、クワハダだけというものがある。北では煮込み、 中部では焼き物、南部ではフライと地域ごとの調理法の違いを表した言葉もある。すべての地方料理に共通する事項としてはオリーブオイルが使用されることが挙げられる。2010年にはスペイン料理がイタリア料理、ギリシア料理、モロッコ料理とともに地中海の食事としてユネスコの無形文化遺産に登録された。 ドンキホーテの著者ミゲルデセルバンテス12世紀中盤から13世紀初頭までに書かれた我がシッドの歌はスペイン最古の女子詩と呼ばれている。スペイン文学においては特に著名な作家として世界初の近代小説と呼ばれるドンキホーテの著者ミゲルデセルバンテスが挙げられる。1492年から1681年までのスペイン黄金世紀の間には スペインの政治を支配した強固にカトリック的な、イデオロギーに、文学も影響を受けた。この時代には、修道士詩人さんフアンデラクルスの神秘主義や、ホルヘデ・モンテマイオールの、ラディアナの七つの書に起源を持つ、牧歌小説、マテオ・アレマンの、グスマンデ・アルファラーチェを頂点とする、ピカレスク小説、国王こそ、ムニーの方眼のロペデベガ、 セビーリャの色ごとしと石の焼却のティルソデモリーナなどの演劇が生まれた。近代に入ると、1898年の、米西戦争の敗戦をきっかけに、自国の更新性を直視した98年世代と、呼ばれる一群の知識人が現れ、哲学者のミゲルデ・ウナムーノやオルテガイ、ガセット、小説家のアンヘル・ガニベー、詩人のフアン・ラモン・ヒメネスや、 アントニオ・マチャードなどが活躍した。スペイン内戦の時代には、内戦中に銃殺された詩人、フェデリコ・ガルシア・ロルカなどが活躍し、内戦後に、フランコ独裁体制が成立すると、多くの文学者が、国外に亡命して、創作を続けた。フランコ体制期には、ラモン・センデールや、カルメン・ラフォレ、フアン・ゴイ・ティソーロ、ミゲル・デリーベス・ラが、スペイン内外で活躍した。 1974年にはスペイン語圏の優れた作家に対して贈られる文学賞としてセルバンテス賞が創設された。民主会後の1989年にはカミーロ・ホセセラがノーベル文学賞を受賞している。ホセオルテガ・イガセット。20世紀の精神に多大な影響を与えた大衆の反逆で知られる。 古代ローマ時代に活躍したストア派哲学者のシ小セネカはコルドバ出身だった。中世においてイスラーム勢力支配下のアルアンダルスでは学芸が栄えイブンシーナーなどによるイスラーム哲学が流入し12世紀のコルドバではアリストテレス派のイブンルシュドが活躍した。その他にも中世最大のユダヤ哲学者マイモニデスもコルドバの生まれだった。 コルドバにもたらされたイブンシーナーやイブンルシュドのイスラーム哲学思想はキリスト教徒の留学生によってアラビア語からラテン語に翻訳され彼らによってもたらされたアリストテレス哲学はスコラ学に大きな影響を与えた16世紀にはフランシスコ・デ・ビトリアやドミンゴ・デ・ソトラのカトリック神学者によってサラマン科学派が形成され17世紀オランダの 風合グローティウスに先んじて国際法の基礎を築いた。17世紀から18世紀にかけては強固なカトリックイデオロギーの下、フェイ法やホベジャーノスなどの例外を除いて、スペインの思想界は旧体以前としたスコラ哲学に覆われた。19世紀後半に入ると、ドイツ関連論のクラウゼ哲学が影響力を持ち、フリアンサンスデルリオと弟子のフランシスコ・ヒネルで、 ロスリオスを中心に、クラウズ哲学がスペインに受容された。20世紀の哲学者としては、98年の世代のキルケゴールに影響を受けた、実存主義者、ミゲルデ・ウナムーノや、同じく、98年の世代の大衆の反逆で知られるホセオルテガイ、ガセット、刑事情学の再構築を目指したハビエル・スビリの名が、挙げられる。マヌエル・デファリャクラシック音楽においては、 声楽が発達しており、著名な歌手として、アルフレード・クラウス、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレー・ラス、モンセラート・カバリエ、テレサ・ベルガンサなどの名を挙げることができる。クラシックギターも盛んであり、アランフェス競争曲を残した、作曲家のホワキン・ロドリーゴや、ギター奏者のセレドニオ、ロメロ、ペペロメロ、アンヘル・ロメロ一家、マリア・エステル・グスマンなどが活躍している。 その他にも特筆されるべきピアニストとして、アリシア・デラ・ローチャとホアキン・アチュカーロの名が挙げられる。クラシック音楽史に名を残す、作曲家としては、バロック音楽では、イタリア出身で、スペイン王家に仕えたドメニコ・スカルラッティ。近代音楽では、スペインの民謡や民話をモチーフとして利用した、マヌエル・デ・ファリアをはじめ、エンリケ・グラナドス、イサーク・アルベニス。現代音楽では、 ホセマヌエル・ロペス・ロペスなどがいる。隣国フランスの作曲家も、スペインをモチーフにした音楽を作曲した例は多く、ジョルジュ・ビゼーのオペラ、カルメンをはじめ、エドワール・ラロの、スペイン公共曲エマニュエル・シャブリエの教師曲スペイン、クロード・ドビュッシーの、還元楽のための映像、モーリス・ラベルの、スペイン教師曲やオペラ、スペインの時計などがある。日本では、 教育楽器として親しまれているカスタネットはもともとスペインの民族楽器であり、またタンブリンもイスラム文化とともにスペインに伝来した経緯があるため、フランスでは特にバスクのタンブリンと呼ばれる。上記のスペインやその他の国の作曲家がスペイン風情緒を強調する手段として、これらの打楽器が多用される。 北部のアラゴンから発祥したホタ、南部のアンダルシア地方のジプシー系の人々から発祥したとされるフラメンコという踊りと歌も有名である。イスラーム支配下のアンダルスではイスラーム式の壁画美術が技術的に導入された。ルネサンス絵画が定着しなかったスペインでは16世紀に入るとマニエリズムに移行し、この時期にはエルグレコが活躍している。 バロック芸術期には、フランシスコ・リバルタや、ホセ・デ・リベラ、フランシスコ・デス・スルバラン、アロンソ・カーノ、ディエゴ・ベラスケス、バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、フアンデ・バルデス・スレアルなどが活躍した。18世紀から19世紀初めにかけては、フランシスコ・デ・ゴヤが活躍した。スペイン黄金時代美術を、参照19世紀末から20世紀半ばまでに、かけては、バルセロナを中心に、 芸術家が創作活動を続け、キュビスムやシュルレアリズムなどの分野で、サンティアゴル・シニオール、ラモン・カザス、パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロ、サルバドール・ダリ、ジュリゴン・サレス、パブロ・ガルガーリオなどが活躍した。スペイン内戦後は芸術の古典回帰が進んだ。ペドロ・アルモドバルト・ペネロ・ペクルス・スペイン発の映画は1897年に制作された。 1932年には、ルイス・ブニュエルによって、カテなき土地が制作されている。スペイン内戦後は映画への検閲が行われたが、1950年代には、ルイス・ガルシア・ベルランガーや、フワン・アントニオ・バルデ村の新世代の映像作家が、活躍した。民主会後は、ホセ・ルイス・ボラウ、カルロス・サウラ、マリオ・カムス、ペドロ・アルモード・バル、アレハンドロ・アメ・ナバルなどの映像作家らが、 活躍している。スペイン政府は主要な全国テレビ局からの資金提供の保障を含む地元の映画制作及び映画館を支援することを目的とした措置を実施しており、その回からスペイン映画は近年において高い評価を得ている。スペインの建築は時代に応じて歴史及び地理的な多様性を示している。また、同王国は建築物が 世界遺産に選ばれている国の代表としても知られている。さらに、スペインの建築技法は、同王国の植民地となった国々にも深い影響を及ぼしており、現在も元植民地に該当する国家地域には、その当時の建築物が残されている。スペイン国内には、ユネスコの世界遺産一覧に登録された文化遺産が34件、自然遺産が2件、 複合遺産が一件存在する。さらに、フランスにまたがって一件の複合遺産が登録されている。スペインで最も盛んなスポーツはサッカーである。1920年のアントウェルペンオリンピックのために創設されたスペイン代表は、同大会で銀メダルを獲得した。1964年には、自国開催の1964欧州。 ネーションズカップに初出場して初優勝した。2008年の UEFA ユーロ2008、2010年の 2010FIFA フフワールドカップ、2012年の UEFA ユーロ2012では、主要国際大会で3連続優勝を飾った。FIFA ランキングでは2008年から2013年の6年間にかけて、世界1位を記録した。 国内リーグであるリーガーエスパニョーラには、レアルマドリードや FC、バルセロナなどのクラブがあり、レアルマドリードは UEFA チャンピオンズリーグの優勝回数が最多である。スペインではバスケットボールの人気も高く、国内リーグであるリーガアク部はヨーロッパ屈指のレベルとされる。スペイン代表は1984年のロサンゼルスオリンピックで、 銀メダルを獲得し、2006年バスケットボール世界選手権で優勝し、2008年の北京オリンピックで銀メダルを獲得した。選手としては NBA でプレーするパウガソルなどがいる。自転車ロードレースも伝統的に盛んであり、ツール・ド・フランス史上初の総合5連覇を達成した、ミゲル・インデュラインをはじめ、フェデリコ・バー・ーモンテス、ルイス・オカーニア、 ペドロ・デルガド、オスカル・ペレイロ、アルベルト・コンタ・ドール、カルロス・サストレガ・ツール・ド・フランスで総合優勝の経験がある。毎年8月末から9月中旬まで開催される、ブエルター・エスパーニャは、ツール・ド・フランスやジロでイタリアと共にグランツールの一つとされる。近年は、モータースポーツも人気を博している。ロードレース世界選手権では、マルク・マルケスなどが、 世界ラリー選手権では、カルロス・サインズなどが、フォーミュラ1では、フェルナンド・アロンソなどが、総合優勝の経験を持つ。テニスの水準も高く、男子では、カルロス・モヤ、フワン・カルロス・フェレーロ、ラファエル・ナダルが、女子では、アランチャ・サンチェス・ビカリオが、世界ランキング1位を経験している。男子の国別対抗戦である、デビスカップでも好成績を収めている。 伝統的スポーツとしては闘牛がある。近年ではアーティスティックスイミングにおいて独特の表現力で世界的に注目を集めている。ありがとうございます。